今回は土日を使って道外のどっかに行きます。見慣れた札幌駅の中には入らずに、JR 台をケチって高速バスで新千歳空港まで向かいます。高速道路の高架から見える札幌の景色は都会感があって大変よろしいですね。あまたの航空会社が就航している新千歳ですが、今回乗るのはアイベックスでございます。初めて使う会社ですが、一応 ANA 系列のようです。アイベックスの飛行機はボンバルディア社の CRJ700 という小型ジェット機です。エンジンが尾翼についていて、なんか見慣れない形をしていますが、こんなんでちゃんと飛べるんでしょうかね。今回の行き先は福島です。福島空港でキャンペーンをやっていて安く行けそうだったので行くことにしました。 CRJ700 は小型機なので、ボーディングブリッジに隙間ができておりました。でも小型機でもブリッジから乗れるんですね。小回りが効くため、トーイングカーによるプッシュバックは行われず、地層でぐるっと回ってゲートを離れます。いよいよ離陸ですが、あんな変なところにエンジンがついてて本当に飛ぶのかめっちゃ心配です。機内は左右2列ずつのシートで、機体が小さいため圧迫感があります。天井がめっちゃ低いので、立つ時に頭をぶつけやすいです。私は行きも帰りもぶつけたので、皆さんも気をつけてください。今回の福島空港のキャンペーンは、福島空港ご利用の方に現金5000円キャッシュバックというものでした。早割かなんかでチケットが5270円でしたので、270円で福島に行けちゃったことになります。なかなか驚異的なキャンペーンですよね。ぶっちゃけ福島に全然用事ないんですけど、行けるんだったら行くっていうのが限界旅行者ってもんですね。機内ではただ飲み物が振る舞われました。多分 ANA とラインナップは同じです。リンゴジュースを選びました。福島の大地が近づいてきました。福島空港は内陸にあって、郡山の近くです。近くって言っても車で30分くらいかかる距離感なんですけどね。ホテルも郡山に取りました。郡山って地味に都会でして、多分東北地方では仙台に次ぐくらいの規模感なんじゃないかと思います。多分交通の要所だったから栄えた感じなんだと思うんですけど、北海道でいう旭川的なポジションですかね。まあようわからんですけど、日本の場合大都市の空港って海沿いにあることが多いので、内陸の空港に降りるのは新鮮味がありますね。ここは玉川村って言うんだったかな。空港の他は周りに何もないですな。隣が須賀川市で、さらにその隣が郡山市っていう感じです。福島空港に着陸いたしました。くださいませ。皆様対象となります。キャッシュバックをお願いします。キャッシュバック。金を手にしました。この中に樋口さんがいらっしゃいます。福島はなんかやたらウルトラマンが押されてました。なんかゆかりでもあるんですかね。鉄道は通ってないので、よそ者はバス移動です。今回はレンタカーも無料になるキャンペーンをやってたので車を借りました。こちらが郡山駅前です。なんかにぎわってますな。なんと郡山にはヨドバシカメラもありまして、やっぱり大都会でございました。新幹線もあるしね、すごいね。で、郡山には特に見るものはないので、阿武隈堂という鍾乳洞に来ました。なんか恋人の聖地とか言って鐘が置いてあったり、なんか謎の光る石が置いてあったりします。洞窟自体は結構迫力がありましてね、なんかドッカーンって感じがして雰囲気いいですよね。なんかヘンチクリンなペラッとした岩がありました。そして謎の演出がありました。月がどうたらこうたらって書いてあった気がするので、月面をイメージしてるんですかね。おしまいです。さて千歳に帰りますよ。帰りもしっかり5000円いただいて帰ります。もう会えないと思っていた一葉さんにまた会えました。福島ではボーディングブリッジつなげないんですね。滑走路に入りますが、福島空港はランウェイ01なんですね。01ってことは真北を向いてるんだと思いますけど、北海道まで一直線ですな。さようなら福島。
郡山のご当地グルメのクリームボックスも美味しかったですよ。パンを食パンをくり抜いてクリーム詰め込んだやつなんですけど、日持ちしないらしくって夜は軒並み売り切れてたので朝一で入手することをおすすめします。あとね、フルーティア福島っていう観光列車があるのも知らなかったんですけど、なんか車内でフルーツ食えるらしいので今度来たらそれ乗りたいですね。離陸直後右に旋回を始めました。一旦太平洋側に抜けるんでしょうかね。ところがさらに旋回を続け、なんと福島空港の方を向き始めました。もうこれは何事かと内心めちゃくちゃ慌てましたよ。何か故障でもして戻るのか、でもにしてはアナウンスもないしな、どうなってんだよとなんかそわそわしてました。でもその後も旋回を続けて結局一周して北へ向かい始めました。螺旋状に飛んで高度を稼いだんですね。こんな飛び方もあるんですな。飛行機の世界も奥深いですね。一安心したところで阿武隈堂で買ったピーナッツプリンをいただきます。美味しそうでしょうこれ。では、なんか口にピーナッツの香りが広がって美味しいですね。気づけば眼下には青森県の下北半島が見えます。青森県の形思い浮かべてください。あの右角の方です。北海道はもうすぐですね。ってなわけで新千歳空港に無事帰還しました。いやー福島ね、今まであんまり興味なくてね、金に釣られて行った形にはなりましたけど、まあ行ってよかったですよ。観光地らしい観光地はあんまりなかったですけどね、なんか雰囲気は良かったですよ。また何かの折に行ってみたいと思います。 IBEX は通年運行ではないようなので、行きたい人はダイヤをよく調べて検討してみてください。テクテク鉄道ではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き、旅行好きの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。